天草瀬戸大橋は、熊本県天草市にある本土瀬戸に架かる道路橋である。本校では、並行して建設中の第二天草瀬戸大橋及び、同じ本土瀬戸に架かる本土瀬戸歩道橋についても、記述する。天草の上島と下島をつなぐ橋であり、国道266号及び、国道324号に指定されている。全長約700メートル。 瀬戸を航行する船舶を考慮して、桁はその高さにかけられており、海面からの高さを確保するため、橋の両端はループ橋となっている。元橋は本土瀬戸に架か,かる橋としては三代目である。元橋の完成以前は自動車交通と船舶の航行を両立させる稼働橋が建設されていたが、1970年代には本土瀬戸を航行する船舶と、 道路交通量それぞれの増加により、交通渋滞が激しくなったため、元橋の仮設が計画され、1974年5月に完成した。本土瀬戸をまたぐルートが天草瀬戸大橋のみであるため、慢性的な交通渋滞が発生しており、その緩和のため、熊本県天草市などは、第二天草瀬戸大橋構想を立て、調査を行っている。 地域高規格道路として計画されている、熊本天草幹線道路の一部である、本土道路の一基区間として建設される。本土道路は、天草市港町から四角町までの全長約 4km の道路で、熊本天草幹線道路の最西端の区間となる。一基区間は、延長約 1.3km で、ほとんどが第二天草瀬戸大橋となる。 2013年度から整備が開始された。第二天草瀬戸大橋は、全長1148メートル、構造は6区間27景観で構成される。連続桁橋で、陸上部は PC 連続中空上板橋、海上部は高連続箱桁橋が採用される。完成2車線、道路幅員は、標準部10.5メートル、橋梁部9.5メートル、設計速度は、 時速時速6 0トルで計画されている。起点側から順に、下記の構造で構成される。天草瀬戸大橋は、歩道はあるものの、路面が高く徒歩で渡るのは、困難なため、歩行者、自転車のための橋として、本土瀬戸歩道橋が建設され、1977年に完成した。航路確保のため、稼働橋となっている。2007年までは、 本土港と水俣港を結ぶ南国海運のフェリーも通行していた。全長125メートルで、稼働部分は58メートル、赤く塗装されているため、通称は赤橋である。歩行者のほか、バイクも押して通ることができる。本土瀬戸歩道橋、ありがとうございます。